んにちは、こんばんは、ゆうころです。ちょっと待て、俺お風呂入ってたんだけど、もう飛び出たわ。運営から情報来たんだけど、近日新登場能力調整が行われる。ちょ、お前ら上側見えてるか、これ。近日新登場能力調整が行われるモンスターの図鑑を入手しましたのでご紹介しちゃいますということで、もう言葉はいらないでしょう。たった一人待ち続けた一人だけのキャラがいるよな。もうこの前動画でも取り上げました。ウルとナロエルのうちら差がひどすぎる。これだけはパズドラ運営一番ありえない。ちょっと僕もね、運営大好きなんですけど、ここだけはどうしても納得できなかった。たった一つのポイントが、もしかしたら今日解決するのかもしれません。見ていきましょう。ロイヤルノーチェラスが能力調整されます。ちょ、マジ、頼む、リーダースキル。絶対リーダースキル調整しろ。もう見るのが怖い。見るのが怖い。ちょ、まず覚醒だけ見よう、この画面で。バインド封印指、10強4つ、L 字プラス L 字。まあまあ、覚醒はいいわ。L 字1個増えたのね。まあ、覚醒はいいっす。L 字1個増えた。オッケーオッケー。まあ、本当は 2A プラスとかでもよかったし、L 字プラス欲しかったけど、全然ここは強欲にならん。で、スキルは、上限が80億、HP30% 回復、ランダムで水、木、闇は3個ずつですね。オッケー、わかった。ちょ、ほん頼む。本当に頼む。ここマジでお願いします、梅さん。もうほんとお願いします。いきます。ロイヤルノーチェラス、強化後リーダースキル、こちら。でん。チームリアリティが全員違う場合、全パラメーターが5倍、水木闇の同時攻撃で攻撃力が8倍、4コンボが固定1ダメージ。えらい。本当は5コンボ加算にしてほしいとかいう強欲なことは言いません。4コンボ加算でもえらい。ナイス。いや、これはでかいよ。でかいよ。いや、そもそもなんだけどさ、ウルトのが 2way で、あの4コンボ加算で、ロイヤルが L 字なのに3コンボ加算なのがおかしかったんだって。全パラ5倍、攻撃8倍、4コンボ加算。しかもこれはロイヤル、ウルトナ間違いなく最近な差別化されてきてるので、4コンボ加算になるのはでかいっすね。まあ、正直言って欲を出すと、ウルトナが 2way で4個生成するんだから、ロイヤルは回復3個も作れやとか、まあ、あとはもう L 字プラス2個にしろやとか、いろいろ言いたいことはあるんですよ。言いたいことはあるんだけど、とりあえずまあ4コンボ加算になったのはでかいわ。ちょっとでかい。まあ、本当はスキル回復3個生成ぐらいあってもいいと思うし、それでやっとウルトナと殴り合いできるね、強さになるから、それでいいと思うんだけど、でも少しはこれでやっとロイヤル所持者がちょっとは救われたかな。ちょっとは強くなったと思う、間違いなく。いや、いいね。いや、これであとはね、回復3個生成がついたら一気に革命だったよね。ウルトナは自動回復に耐えらなきゃダメだけど、ロイヤルは全パラ5倍があって、回復生成があるおかげで回復できるからみたいな感じで、めちゃくちゃ差別化できたんだけど。まあ、そこは痛いけども、まあまあまあ、いいでしょう。とりあえず4コンボ加算にロイヤルになりました。でかい。さあ、続きまして。え、なにこれ？レムーに進化追加？なに？え？いきなりレムーに進化追加です。見ていきましょう。こんな感じです。はい。覚醒。バインドスキムプラス封印、回復努力を4つ、7コンボ強化4つ、無効貫通、ボイス、超覚醒、浮遊です。相変わらず火力はやっぱり低めっすね。まあ16倍無効貫通の浮遊なんで、そこまでは出ないけど。まあ、でも、意外と浮遊ついてるって考えたら全然火力悪くにはなってくれそう。ね。あの、言うてさ、浮遊があるってだけでもぶっ壊れだから、浮遊があれば十分火力悪くになれそうですね。さすがに3、あの、副属性まで火力出すとか厳しいけど、種属性くらいだったら全然火力は出せそうですね。はい。で、進化スキルは2ターン非回復ルーレット1個生成、2ターンヘイストスキル進化が20ターンです。2ターン非回復ルーレット1個生成。はい、そして進化後スキルが1ターンの間、指回復火と自分の攻撃力が 1.5 倍、ドロップロックを解除が3ターンです。すごいな。デバフ全部返すやん。指減少、回復減少、攻撃力減少、自信弱化、全部返せますね、これ1個で。で、かつ6解除が3ターン抜いてます。圧倒的サポート、回復努力4つもあるから、もう完全サポートやね。リーダースキルは7、6マス、火の2コンボでダメージを半減、火の6攻撃してダメージを半減、攻撃力23倍です。普通にリーダースキルも結構強いけど、7、6運用とかで、ね、リダチェーン運用とかもできて、かなり面白そうですね。これがレムー進化です。はい、という感じになっております。いやでもロイヤル強化、まあ来ただけマジでかいわ。よくロイヤル強化したな、運営。ちょっとはやるやん。まあまあまあ。本当はね、本当はロイヤルをウルトナぐらい最強にしてほしいから、もうちょっと望んでるんだよ。多分ユーザーの人でもさ、ロイヤルもうちょい強化しろやっていう気持ちもあるとは思うんだけど、まあ、とりあえず一旦強化入ったのはでかいな。まあ本当は、回復3個生成とかがつくとか、あとは HP40% 回復になるとか、ね。そういう工夫が1個あれば最高だったけど、まあとりあえず、とりあえずまあでも L 字1個増えたのはでかいですね。これで火力もね、1.7、L 字って 2.2 倍だっけ？めちゃくちゃ上がるもんね。
考えたら結構恩恵はでかいんじゃないっていう感じになっております。はい、まだある。あ、最後何これ、え、ボスの詳細出てないこれ。え、これってこれアグリゲートやん。屋長のボスの性能出てますね。3段階変、まあそうだよね、3段階ですよね。変身なんだ。まず1段階目、バインド封印スキブオッズで27ターン変身です。光回復お邪魔毒ルーレットを15ターン作って変身です。なんだこれ。2段階目です。こちら。バインド封印回復努力4つ、浮遊10強2つ、スキルが2ターンヘイストして6ターン変身です。強っ。ヘイスト変身なんだ。2段階目で。リーダースキルは、光お邪魔毒の同時で激減、攻撃30倍、参考無加算、毒無効です。何これ、めっちゃ面白そう。なるほどね、6ターン、なるほど、もう全然変身はしやすいですね。さあラスト変身後見ていきましょう。まさか強いよ屋長。え、待って、まず覚醒クソ強いけど、これバインド封印回復努力を4つ、浮遊10強4つが、はっ、え、これ何これ、めちゃくちゃ強いけど、え、これ何、浮遊10強4つでしょ、バカ強くね。捨ては攻撃力は4000、え、何これ、単体火力バカ強いし回復サポートできるし、え、屋長竜まずキャラとしてめちゃくちゃ強いですね。これバカ強いよこれ。浮遊実況4つ、え、バカ強、え、まさか、待って、おフェスゲーやないかいこれあ、違う違う、待って待って、ゴッドフェスのレアガチャにラインナップされるほか、モンスター交換所でイフレート、イフリート、神竜などの5種の奇跡をそれぞれ99個集めて交換が可能になります。つまり課金キャラなんだけど、屋上を495周した暁には課金キャラが無料で取れるってこと？ざけんなよおい。それぞれ99個って、これ495周やん、やばすぎ。最低495周だから、実際は600、700周とか、まあ、だからほぼ課金キャラですね。ほぼ課金キャラで、一応まあ無課金でもゲットできるって感じ。まあだからそもそもの課金キャラを一応ダンジョンでも取れるようにしてあげるよっていうことなんだと思います。まあ運営からの優しさ的な感じはあるのかな。それは強いわ、だってこれ普通にただの新キャラでしょ。それは強いよね。なるほどね、そっか、あの、そっか、ダンジョンキャラじゃないのか。27ターン変身の6ターン変身、2ターンヘイストで変身後が、まあこれで10強4つ冬に回復努力4つって感じになってます。625倍の20倍だから12500倍、火力消とか回復努力4つ、サポートとしても強いね。でスキルは10ターン光回復お邪魔毒ルーレットを1個生成、全ドロップロックを解除し、光回復お邪魔毒に変化が4ターンです。はい。でリーダースキルは光お邪魔毒の同時攻撃でダメージを 80% 軽減、実質 HP 5倍っすね。攻撃力が50倍、5コンボ加算、固定500万、毒無効です。おい、アグリゲートループ始まるぞマジでアグリゲート無効貫通ないけど、でも普通にめっちゃ強そうっていう感じになってます。やばいね、デバフ、そんなに毒お邪魔を消す必要があるから火力とかはめんどくさいけど、でも毒無効もあるし、攻撃ダメージ軽減80倍、攻撃50倍、5コンボ加算、固定500万、超ぶっ壊れだね。しかも浮遊10強打つで火力も出せる。スキルも10ターンルーレット生成に6解除、光回復お邪魔毒生成が4ターンだから、かなり強そうですね。はい、なんとしかも武器も2種類あるみたいですね。うわー、なんかこれなかなか課金の沼にはまりそうだけど。はい、1個目の武器です。スキルブースト現象2つ、10コンボ強化すげえな。6ターン指2倍、1ターンダメージの交換数が5ターンです。10コンボ強化武器ついに実装です。まあ7コンボ強化2個持ち武器でいいけどな別にスキブ現象2個までつくんだったら7強2個持ち武器で解決するけどな。まあそういうこと言わないでおこう。もう1個、毒ドロップの加護、スキブ2個指延長プラス、スキル2ターンダメージ半減、6解除、光回復邪魔毒生成が5ターンって感じになっております。という感じがアグリゲートでした。まあ武器の方は無理に取らなくてよさそうで安心ではあるね。一旦武器は無理に取らなくてよさそう。まあただキャラの方はかなり強いので、まあぜひともガチャで引ければラッキーだし、まあ一応ダンジョンでもゲットできるということで無課金キャラ扱いになるのかな。まあただ実際最低数が500、600周とかなんで、もうほぼ課金キャラですね。まあぜひ頑張っていきましょうという感じになっております。はい、ということで今回ですね、新しく実装される屋長竜と、あとはレムー進化、そしてロイヤルノーチャラス強化について話す動画でした。ぜひよろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。